東日本大震災による津波で大きな被害を受けた高田松原の松2月10日これらの松に新たな命が吹き込まれました高田松原の松が素材だそうですけれどもあの被災地のご期待に応えなければいけないという責任の重さをずっしり感じました 復興庁は、まさにこれは復興の司令塔になる組織でございますけれども、その大きな役割は私、2つあるだろうと思います、第1は被災の、被災地自治体の要望にワンストップで迅速に対応するということであります復興庁の設置に伴う被災権での体制はご覧のとおり、これまでがれきの処理については環境省に。 住宅再建については国土交通省と相談窓口がバラバラだったものを一元化何でもご覧の窓口で相談できるようになりました今回復興局そして支所にかけられた看板にも総理が看板かけを行った復興庁と同じく被災地に寄り添いながらという復興庁の役割を表すかのように被災権それぞれの木材を使用しています 第二にはです、ね、役所の縦割り、その壁を乗り越えるということでございます。私がトップとなり、各省庁より格上の立場という位置づけでございます。特に総合実施権限、調整権限、実施権限については、強力な権限を伏せられています。そそうういう使命のののの器に魂が入るのは今回集った約250人の職員の志だと いいうふうふに思います復興庁は各省から集められた職員総勢250人体制でスタートその中から被災3県の復興局などに配属され現地で業務に当たりますさらに他の職員たちも東京にいる復興庁の人たちがずっと東京でデスクワークしてることと違います現実には 被災地にどんどん入っていくという現場主義を徹底いたしますので、復興庁の人たもどんどん出るということでえ、機動的に対応していきたいと思いますえそして、洗礼主義にとらわれずに、とにもかくにも被災地の皆さんの心を心として、ふ骨再審、その使命を果たしていただきたいと考えております復興庁の設置期限は平成32年度まで。これから一刻も早い復興を目指し 取り組みを行っていきます。